いたします。袖ヶ浦ナンバーの SYR のドライバーの方、袖ヶ浦ナンバー SYR のドライバーの方、お車の移動をお願いいたします。パンサークラス、こちらも電車アタックラップへと入っていきます。さあ、まずはゼッケン5番の山平を先頭にパーツタイムが表示。この山平が39秒448で戻ってきました。この後方からずらりとコントローラインを通過、パーツタイムを表示させていきます。ゼッケン93番東堂、その後ろで今ラストアタッカーで石谷がコントローラインを通過で、その石谷が39秒072にファーストタイムから6キロのウェイトを積んでるとは思えないトップタイム出てきます。今度はその石谷のタイムを100分の3秒マハラが上回ってきます。ゼッケン44番マハラ39秒042、そしてゼッケン8番の相田が38秒台。さあ、パンサークラス、このトップタイム争いが序盤から激しくなっています。38秒961、さあ今度は石谷が帰ってくる。石谷がそれを上回った38秒904。そして6コーナー手前ではマハラが後ろに下がったか、ペースを落としてマハラはクリアラップを取っていこうと後ろに下がったか、長谷川の後ろに行きました。さあ、このラップはもちろん私は見ておりません。さあ、その長谷川が8秒849一谷を上回ってきます。38秒849、ディフェンディングチャンピオン長谷川拓磨がトップタイム、2番手一谷、タイムギャップ100分の6秒差。そして3番手相田秀人が8秒台。さあ、その38秒台に間もなく入れてこようというのがゼッケン93番東堂久美、レディースドライバーの東堂が39秒026グラップへと入れてきました。さあ、38秒台という激しいトップタイム争い、東堂もこの戦いに加わっていくことができるか。残り時間もあとわずか、現在トップは長谷川、2番手入れ替わって篠田が2番手へ上がります。さあ、そして石谷は打鍵場にマシンを戻しました。現在3番手タイム8秒904をマークしている石谷は早くもコースを退きました。さあ、このあと1分、ゼッケン6番松原から残り1分のコントローラーを通過。いよいよトップタイム争いも終盤、長谷川の8秒849これを上回っていけるか。現在、塩田はトップ長谷川からは100分の2秒差、そして石谷3番手で4番手に間、5番手マハラ、東堂久美は現在6番手39秒026、ほんま026を上回れば38秒台へと入れてこようという東堂。現在その東堂はモナコヘアピンから最終コーナー単独走行。さあ、ラストアタックの前にこれでチェッカーです。これでチェッカーを迎えました。長谷川はチェッカーを迎えずに打鍵場にマシンを戻したか。その東堂の前は今ラストアタック中となります。ゼッケン27番原本までがラストアタック中。さあ、そして塩田が帰ってくる。トップタイムは変わらず、さあ塩田はベスト更新にはなりません。そして今原本も帰ってきましたが、
最後チェッカーラップベストを更新したドライバーはいませんでした。長谷川拓馬がトップキープ、38秒849。2番手に塩田、3番手石谷、4番手には相田、5番手真原、6番手には6.5番の山下が入ります。6番手山下、東堂はその後ろ7番手でのチェッカーとなりました。パンサークラス激しいトップタイム争い、タイムアタック終了となります。さあこの後はマックスマスターズクラスのタイムアタックへと移ります。何やってる